症状じゃ大炎上、評価が爆下がり、トレンドになったのはヒカキンのカーブ。謝罪文出しました、メンバー全員よく見りゃ全部コピペ、反省してなさそう、説教する。アメリカに来ないか、人がいた、反省なんかしてる、感謝する人もいた、ありがとう、戻った、素晴らしいよとする人、俺とスパーリングしようか、謝罪する人も、本当に申し訳ございません。そんなこんなありまして、毎日投稿コムドットめちゃ炎上の後、投稿を休止してた。そんな時大和さん逆ギレ、謝罪文予約するとこを世の中に喧嘩売る。そしてついに復活だ、動画投稿再開だ。まずは全員で謝罪、関わったみんなで謝罪。コメ欄は5万コメ、応援声たくさんかな、死ぬほど荒れている、まともなコメがない。そんな時まさかの10月1日からコムドットのメンバーの一員として活動することになりました。教育学科メンバーの、まあ、教育、一応生活指導として、まあ、先生のような役割で、まさかの記事になる反応は上々だ。新生コムドット柴田を迎えた新生コムドット、期待して待っといてください。自由。